グレーになる鉄板レシピを教えてください。ありません。ベースによって変わるんで、じゃあ今僕らがこれとこれとこれ使うとグレーになりますよって言っても、実際そっちで来たお客さんのベースが俺らが想像してるベースと違ったらグレーにならないので、鉄板のレシピはないです。例えば C って言うなら何ベースで言いますか？ 何を使いますか？コレストンの81 81、81か、まあ結構ブリーチで抜けてる人だったら91、そこの絶対使う。例えば使い分けってなんですか？81と91の使い分け。ブリーチ1回から2回の人は81以上か、3回以上の人は91みたいな。81の方がちょっと濃いめで、そう91の方がちょっと薄めの感じ。81を使う時のベースは多分オレンジがかったブリーチも、に対して91を乗っけるとグレーに絶対ならない、100%。どんだけ入れても割合的に入れても絶対に91は薄いから絶対にならないから、その時は81、でベースが、シュークリームのカスタードクリームぐらい、抜けてるカスタードクリームあれ屋さんぐらいですか？これは81、そうだね、これ91 91、まあでも回数で言ったら1回から2回が81、3回以上が91を主にメインとして、まあそこに補色だったり青だったり入れたりとかしてグレーは作るかな。はい、タッチが回数1、2回毛先が3、4回って場合だと、リタッチに81、毛先に91。あ、じゃあイルミナのグレージュはどうですか？まあヌードオーシャンオーキッド、2対1対 20% とか、10% とか、まあそのオーキッドの具合はベースによって変わるけど、まあ21ちょっととか、オーシャンを多めに入れるとマットになっちゃうイメージ、なんで、オーシャン少なめのヌード、でもう本当のなんかマットになるのが怖かったらオーシャンのトーンを上げる、トーンを上げることで青みをちょっと薄くして。リクシーは、あれです、グレーパール、ちょっとシルバーがないんですけど、グレーパールがこんな感じ、この一緒な感じ、81とこれが一緒だから、まあ、だからヤナさんもさっき言ってた通りですね、シルバーない、シルバーと91がない、私は MT があります。これ MT、 メタリック、マテリアのメタリックなんですけど、これと91とあとアディクシーのシルバーは同じ感じで、イメージは使えます。僕のおすすめ、このペリエ、これはもう最強です、マジ最強。ドーンってこれはマジで、なんだろうな、くすみとか余分な色が入ってないんで、コレストンのもっと綺麗なやつのイメージなのかな。でも本当に絵の具の単色を使ってる感じだから、逆に言うと色それぞれを覚えないとめっちゃむずいんですよ、これ。だからちょっとモロ刃の剣感もあるんですけど、でも単色がめっちゃ綺麗で、その色が鮮やかだから、そのマテリアとかだったら結構ブラウンが入ってるから
あの MT となんとかとか混ぜてもなんとなくでこううまい感じに失敗しないんですけど、これはねめっちゃ失敗するんですよ。これマジで覚えてないと。コレストンもそうだよ。そうですね。このゾーンはめっちゃ色綺麗だけどブランが少ないから失敗しやすいけど、ブリーチは絶対こっちかな。ブラウンコントロールを勉強した方がいい。うん、そうっすね。これ一発目のあれでやんなかった。一発目のオンラインサロンのライブかなんかで見ましたっけ。あの、あれですか、ブラウンコントロールについてみたいな。ああ、そうですか、うん、そう、それも多分あ Facebook の方に流してると思うんで、そっち見てもらった方がいいか、うん、そのブラウンがないとやっぱどうしても色味だけになっちゃって、色味がそのまんまもろに出ちゃうから、ブリーチモードに例えば青を突っ込んだら緑になるとか、うん、多分みんな経験あると思うけど、うん、その失敗がもろに出やすいカラー剤、このコレストンとペリエ。アディクシーもでもそっちよりかもしれないです、うん、マテリアとイルミナは失敗しづらいと思います。うん、ブラウンが多いからマテリアは絶対失敗しない。うん、まあ変な話、これに単品突っ込んでも大丈夫。あのその色になるかどうか分かんないけど汚くはならない、うん、発色がちょっと弱いですね、透け感とか。弱い弱い。まあ、シルバーとかを作りたい時にやっぱマテリアはあんまり使いたくなかったりとか、うん、進化はあるけど無難な必ずですね、マテリア。あと最近すごい、あの全然関係ない、オキシのパーセンテージめっちゃ大事。こだわってるね。そう、6% と 4.5% とあと 3% と、大体ここをみんな使うんですけど、やっぱ 1.5% っていうのがすごい最強なんです。 1.5% ね。 1.5% を使わないとなんかカラーのその深みが変わるんですよ。 1.5% の境地。あ、じゃあ今度俺あのオキシの 6% から 1.5% のなんか使い分け表みたいな、あーいいっすね、なんか作って送ります。うんうん、6% 使う場合はこういう人に使いますよ、うん、3% 使う場合はこういう人に使いますよっていう、うん、まあざっくりとした表、うんうん、表っていうかをちょっと作って送ります。それじゃあ後日、はい、はい、それ見てください。はい